はい。ゆったり犬です。よろしくお願いいたします。本日はですね、最近たくさん出ております QR コードの決算についてちょっとお話をしてみたいと思います。皆さん、まあ皆さんいろいろ使われているでしょうか私もですね、いろいろたくさん出ているんで、ほぼすべて使っております。まあキャンペーンがあるときは損しないように、まあフル活用しているわけでございますが、まあいろいろ使っていて、まあ LINE、メルカリ、あとそうですね、え、AU とか、 あと何がありましたっけまあそういうのたくさんあるわけなんですけど、えっ、ー、とその中でですね、あまり聞,聞き慣れないのが Amazon Pay ってやつがございます。これおそらくですね、普段生活してるとほとんど使うことがないやつでございます。まあえっ、ー、とですね、コンビニで使う、使えないでしょうね。まあコンビニ使えないし、他の,の飲食店とかも使えてるわけでもないんですが、これ結構伸びるかもしれない と思ってて注目してるやつでございますこれ何どこで使うかっていうと、ネット上で使うことが多いやつが AmazonPay でございます。まあ、結局は、えーと、どこで使うかっていうと、これですね。まあ、Amazon で使えるのは当然なんですけど、別、実はですね、別のところでも使うことができるからでございます。それどこで使うかっていうと、 まあ、ZOZO タウンとかですね。あの洋服屋さんでございます。あの和罪の ZOZO タウンでございますね。Yahoo に買収されましたけど。まあ、そこで使うことができるわけですね。なんでわざわざ Amazon Pay 使うのかって私なるんですけど、これ面白いのはボタン一つで購入手続きができるっていうのが非常に大きなメリットになってきているわけでございます。まあ、だったら ZOZO で払えばいいじゃん私なるんですけど、ネットショッピングやってる方はわかるかな。カゴ落ちっていうのはございます。まあ、おそらく、 ネットでショッピングしたことある方は分かると思いますけど、えー、購入するボタンを押し続けると、カゴに一回入るわけなんですよね。ネットショッピングの場合。それで、さらに購入手続きをするってなると、えー、と手続きに入るんですけど、まあ、カゴの中に入れてるだけでは物って買えないわけですよ。で結局、カゴ落ちって言われる、カゴに入れる状態で買わ,ら買わずに、えー お店の外で出てしまうっていうのをカゴ落ちて言うんですが、これを防ぐためにはどうするかというと、支払い方法を簡単にするのが一番なわけですよ。結局、カゴには入れた。でも購入手続きをする。でもいろいろ住所とか、いろいろ入れなきゃいれない。クレジットカードとか入れなきゃいけない。意外とめんどくさいんですよね。それを対応するっていうのが最近話題になってるのが、Amazon Pay っていうのが登場してまして、ZOZO Town の中に Amazon Pay のボタンがあるんですよ。これを押すと、 支払いが AmazonPay でできる。まだ結局 Amazon の方でいろいろ登録してるわけですから便利なわけですよ。これほんともう来たなって感じしましたね。いやー Amazon ここまで手出すんやーと思って感心ちょっとしたのと同時に、いや、ダークホースだね。意外と後からうわーっと来るタイプの ペイかもしれないまあ、どんなかわかんないですね。まあ、私も Amazon の方、フル活用しておりますし、まあ、AmazonPay、正直言ってあんま使ったことないんですよね。ほぼ使わない。Amazon で大体いい買い物しちゃうんで、まあ、これから伸びるかもしれないなと思って、ちょっと注目してみたいと思います。まあ、Amazon に関しては、私、株主もやっております。えー、まあ、利用者として顧客としておりますので、応援したいと思います。本日はですね、これから伸びるかもしれない AmazonPay についてお話をしてみました。ありがとうございました。それではまた。